怪しいですね。自己紹介した方がいいですか。はい、ちょっと人が何人か見に来た方がいいです幅ゲーム、マーク広瀬です尊敬する人はマーク坂井さんです。よろしくお願いしますはい、一人遅刻してます。おー、自己紹介してください。はい、こんにちは、サマコーズご利用いただきましてのお手にありがとうございますドライバーの池本と申します。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、サバイバルゲームについてサバゲーに熱く語っていただいてます。熱く、はいはいはい、何が見てるんですか。そうですね、あ、何これってはい、4人の皆さんが見てらっしゃるんです。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉の方では好きな人が集まってサバゲーのチームをやっております。はい、幽霊の会員を含めて10プラスアルファですね。はい、はい、おります。はい、で、まあ、月に2回程度ですね、明け高級を使いましてやっております。はい、主にね、この所沢っていうところは何ですか、廃工場みたいなところがありまして、そちらを改装したサマゲフィールドっていうのが、ありますので、それが結構夜遅くまでやっていますので、だいたい夜夕方6時ぐらいに集合をして、大体9時半とか10時に解散するような形で、軽くですね、打ち合いをしております。はい、サバイバルゲーム自体を、まあ、ご存じない方もおられると思うので、簡単に、そうですね、説明をしていきましょうか。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、17名が
お、すごいですね。ありがとうございます。銀行行こうと思います。はい、サバイバーゲームっていうのは何かというと、あの昔の鉄砲打ちです。はい、鉄砲おもちゃの打ちです。はい、で、今は昔は銀弾の鉄砲なんで ね、 ねありましたね、なんか軽装度 の、 あ、 の、はい、ああいうやつを使ってましたけど、今は、プラスチックのこういう6ミリの BB 弾というあのプラスチックの弾を使います。で、まあ、自然に改良したバイオテック BB 弾なんていう形で、こう自然の土に耐えるみたいな、こういう弾もありますし、そういった弾をですね、いわゆるこういうマガジンというところにじゃらじゃら詰めましてですね、そしてこう銃の弾倉に入れますと、これはあの電動ガンというタイプで、あのモーターで動きます。で、ここでちょっと簡単に試射していきますと、一発打ちますとこういうふうな形で、弾が前から発射されると。でこれでですね、肉犠牲牌を狙って撃つというストレス解消にもいいという、はい、あのこういう趣味の方は結構、あの男の子だと大体ね、こういう鉄砲とかみんな好きだと思うんです。でそういうのが撃てないでしょ撃つと銃刀法違反とかいろんなちょっとややこしいね法律で捕まっちゃいます。ただこれは一定のルールの下で人を撃つことができるという、そういうゲームです。はい、で、基本的にはそのフィールドの中で、チームに分かれて、そしてフラッグ戦といって相手の陣地を奪ったもんが勝ちみたいなフラッグ戦というパターンですとか、あと相手のチームが全員、当たってヒットって言って、いわゆる殲滅される、全員殺されるというシチュエーション、そういうので、殲滅戦というパターンですとか、 あとさまざまですね、撃たれて死んだ人はヒットって言って、フィールドの外に出るんですけれども、会場の外に出るんですけれども、メディック戦と申しまして、一人、メディックいわゆる衛生兵がいましてですね、衛生兵メディックと呼んで、そのメディックが近くに寄ってタッチをすればその人は生き返るというようなメディック戦ですとか、あと大人数になってきますと、あらかじめ設定しておいたスパイがおりまして、スパイが敵に対して寝返ると、で味方をバン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 撃っちゃうというようなスパイ戦ですとか、いろんなバリエーションがあります。はい、なんか全部語り尽くしちゃったよ。どうぞどうぞね。はい、さすがでございます。はい、でこれに関しては本当鉄砲の撃ち合いなので、はい、でなぜこのような三様の格好があるかと言いますと、僕はガチガチの軍装マニアです。はい、かなりこうこだわっていろいろと用意をします。はい、で、こちらが、いわゆるガンマニアになります。ガンマニア。ガンです。ガンです。はい、で、ガンです。こちらが、こちらが初心者です。初心者。はい、巻き込まれたかわいそうな羊です。はい、神ちゃん。さばき乗ってすぐですね。大きい幕は撃たれやすい。そうですね。そういうことでございます。はい、でもこの体格で結構忍者みたいに動くんですよ。そうですね。さすがですよ。神ちゃん。さてと。はいはい、どうぞ。では、はい、そろそろこう装備品なんかの話していきますか。そうですよね。はい、マスクは2人がすごいの持ってるんで、とりあえずはこちらの方ちょっと片付けさせていただいて、はい、じゃあ史上最強のハンドガンと言われているデザートイーグルあたりから紹介してもらいます。デザートイーグルという超大きい口径の、一番大きい口径の銃です。これ今ガスも何も入ってないんですけど撃てません。あ、ちょっとじゃあすごいの見せますんで、ちょっとね、はい、はい、で重心です。こちらのデザートリグルバイオハザード版って言うんですけど、見えますか。これが、はい、バイオハザードデザートイーグル版といっても15年ぐらい前のモデルなんですけど、はい、
で、これはプレミアムがついてまして、あの市場の価格で3万から7万の取引になってます。でいくらぐらいに見えますか？いくらぐらいに見えます？どっちのですか？こちらの、こちら、はい、いくらぐらいに、な、え、7万ぐらい。本当申し訳ないんですけど2万9800円で今の9800円で北社長かすいません、はい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 、ね、あとこちらの銃なんですけどね、あの神山さんが、神山さんが気に入ってまして、はい、はい、ますか、はい、気に入ってますよね、気に入ってまして、はいはい、あのこれはガバメントの、はい、フィニッシュというモデルです、はいはい、でこれ神山くんに売りたいんですけど、はい、いくらぐらいで買ってくれいただけますか？そうですね、すいません、大丈夫ですか？手数料込みで、手数料込みなんですか？はい、こちらので、いくらぐらいで、じゃあ手数料こちら持ちで込み込みで、はい、19,800円、じゃあ金利手数料私が持ちますんで、ジャパネット、あ、そうだそうだ、いた、撃たれた、すいません、ありがとうございました、すいません、大丈夫ですか、まとまってますか、はい、大丈夫ですか、すいません、何でもありなんだ、すいません、あ、おかしい、ありえない角度で撃った、すいません、はい、そんな感じで大丈夫ですか。使い果たしましたよ、こちらのモデル見えますか？大丈夫ですか？はい、あのは P38、 これ、はい、ワルサー P38 といってルパン三世、アニメのルパン三世、ルパンが使っている銃のシルバーモデルです。へえ、はい、あ、本当だ、そうなんですよね、そうなんですよ、これちょっと一番お気に入りの銃でトッザーンということでよろしくお願いします。すいません。全然似てない。突っ込んだけどそこ突っ込んでくれ。すいません。基本放置になってます。すいません。すいません。あとは、はい。池本さん。関西人。関西人呼びます。はい、お願いします。バカ持ちません。関西人呼びます。デザートイーグル三社の長です明らかに病です、抜けちゃいけないんです人にね、はい、すいません、不器用なすごいな、自慢終わりましたんで、あ、自慢終わった、終わっちゃダメじゃん、ちょっと待って、マニアというふうに言いましたけれども、皆さんこう、ね、先ほど黒い、迷彩服みたいなのを着ていたと思うんですが、あれはサラマンダーという最新のアメリカの最新の、ローエンフォースメント、いわゆる法治的な執行機関の特殊部隊が使う迷彩服で、こちらですね、サラマンダー、黒のサラマンダーとの迷彩になります。でそれ以外に、こちらの方が ATAX という、迷彩で、これはあの
森林用で、これ以外に砂漠用ですとか、あと同じようなローエンフォースメントっていって黒い系のものがあります。で、大体夜我々活動しますんで、倉庫の中で低照度って言って電気を落としてあるんですね。そうなるとやっぱ黒いものが目立たなくて、いいんです。で、そういうところにこの格好で行きますと狙われます、明るすぎ、はいはい、ただしこれは森林用のことに行きますと完全に、溶け込むことができるということですね、はい、ちょっと暑いんで、ちょっと装備の方から、大体ですね、みんなプロテクターって言って、こういったマスク、これはどこのフィールドで必ずしなきゃいけないです。これはメガネ用で上に扇風機ファンがついてて強制換気をしてくれるっていうタイプのものなんですけども、これでなるべく皮膚の露出の少ないようなことをしないと、この状態でも耳に当たります。で、 BB 弾って近くで撃たれると歯が欠けるぐらいの威力があるんですよ。はい、実際欠けた方もいらっしゃいます。はい、はい、で、そういうのがあるんで、この間なんかある人は耳の中に弾が入ってきたということで非常に痛かったと。ですから大体こういうふうにかぶった上で、こういうシューマグドですとかベールって言われているものがありますけども、これを完全にかぶって、 できればこう体のシルエットを隠すっていう風にして隠れます。はい、で、こういう風にして、戦うわけですけど、もちろん手袋もします。軍手ですると痛いです、ね、一番いいのはバイク用のねプロテクターのついたような革のもの、そういうのが一番ベストですけども ね、暑いのでちょっと脱いでいきますね。はい、でこういう形でやっていくのでございますが、あと、意外とこうしゃがむ場面が多いです。しゃがむ場面の時にいちいちこううんこ座りになってると非常に辛い。もう平均年齢もそこそこ高いチームでございますから、そういう時には何かって膝パッドですね。はい、パパパパパ、はい、こちらでですね、もうすぐにパッとこう膝をねつけるようにね、はい、敵にバラッと打ち込まれたのをそんなにパッとしゃがめるような、そういう膝パッド、こういったものも必需品になってきます。はい、全部ダメでございます。大丈夫ですか？大丈夫です。そういう大体こういうものはミルスペックって言って、そういうね、耐久に耐えるようにできています。はい、はい、で、まあこれ ADAX の迷彩服上下なんですけども、やっぱり、マガジンを一応持っていくためにですね、まあそれを入れるポケットだとかそういったものが欲しくなります。で、そういった時にどうするかっていうと、こういうこれはアーマーベストになるんですけども、こういったものを、使用します。ここにはちょっと色は違いますけども、ポケットがついていて、で普通大きなポケットがこう2つ入ったりとかするんですけど、自分の場合はこう伏せとかができるように、抜くとゴムでペタンってするようになったものを使います。前に2つ、後ろに2つ、1つの弾倉で500発入りますが、これで2000発ぐらいの BB 弾を、持って、戦いに臨めると。だけど実際ね、1日で使用するのはその倉庫の中でやるときは500発も使わないです。そうですね、はい、どっちかっていうとハンドガンとか単発で必ず基本はそういう狭いところではやりますんで、フルオートではやりませんので、そんなにたくさんはいらないんですけども、一応最大限持っていけるときには2000発ぐらいも持っていけるようにという形でやっています。で、それ以外にこの胸のところにハンドガン用のマガジンですね、これを予備をこう入れておけるような、そういうふうなポケットもここにつけてあります。
それ以外に暗いところで敵に見つからずに何かこう見たいっていう時には、まあ、こういう、LED のライトがありまして、これは、まあ、分かるかな、光ってるんですけどね、あの赤外線フィルターっていうのをつけると暗いところでも敵に見つからずにこう照らせる、そういうやつがあります。はい、暑いのでどんどん脱いでいきますね。こういうベルトですね、本来でしたらね、あの死んだ時にね、あの味方にこう引き上げられるようなこういう取っ手がついたらね。でまあこういうコンバットシャツにコンバットで、あとこの大事なのがガンベルトといわれるものですね。はい、鉄砲入ります。ハンドガン入ります。そしてハンドガンを太もものところで固定するバンドがあります、ね、そしてそれ以外に撃ってるとマガジンが空になります。空になったマガジンをどうするのか、そこに置いとくと忘れてきちゃうんで、ここにダンプポーチって言って、これゴミ箱です。こういったものがありまして、撃ち終えたマガジンを撃ち終えたマガジンをこういうふうにパンツにバサッと回収するというようなことをします。ダンプポーチです。大体そのとこかな。あと、まあ、珍しいので言えば、あの自分は軍装マニアなので、一応このベルト、ガンベルトは、ブラックホークっていうところのセルフビレーっていうところ、ここにロックがついてまして、そこから、まあこれ主に高所とかヘリコプターで落ちないためのランヤードって言いますか、はい、こういったものがこうぶら下がっていたり、いろいろついています。一応これつけとけば、まあ落ちない君、落ちない君でもないですけども、こういうものがつけて、こういうと細かいところをつけるのが、まあ、あのなんていうんですか、こだわりというか好きなところですね。はい、あと銃いきましょうかね。はい、はい、僕も銃は好きです。銃は好きなので、一番最初に買ったのがこれですね、東京マルイの電動ハンドガン USP というやつです。はい、これ何かっていうと電気で動きます。もう電気バッテリー入れてありますからね。いきますよ。はい、こういう形で、はい、電気で打ちます。で、電動ハンドガンの特徴は連発もできます。はい、ちょっとうるさいな。大丈夫かな。大丈夫です。はい、今はフルオートですね。そうですね、はい、はい、で、この電動ハンドガンに、何をするのかというと、これサイレンサーですね。このサイレンサーはちょっと特殊なサイレンサーで、弾を認識するとストロボがなくてポッと叩かれます。で、その中であの光る玉っていうのがあるんですね。蓄光素材料の入った玉で、それがあの出るときにいわゆる光の玉となって飛んでいくということで、向かっていく玉、着弾が分かるというような、そういう形です。で、これですと楽なんです。あの狙って撃たなくても撃ったところを修正していけばいいだけなんで、あの重宝してます。で、それ以外にあの一応ゲームでは禁止されてますけども、ここに今電池抜いてますけども、レーザーサイトといって、いわゆる、ね、映画なんかでよくある赤いレーザーポイントドットっていうんですか、それがこちらの下のところについています。これがハンドガンですね。で、銃ですけれども、一応基本2丁目に買ったのはこちらの、アサルトライフルっていうのかな、あの東京マルイのハイサイクルって言って、こう連発性能の高いやつですね。秒間で25発ぐらい出ます。これはヘッケラー&コッホの G3SAS っていうモデルです。で、それを買ってこのトップレールとストックと書いてます。はい、で、上に
基本的にこういうレールっていうのがあって、ここにいろんなアクセサリーをつけることができるんですけれども、そこにこれドットサイトっていうちょっとちっちゃなスコープですね。倍率は1倍です。ですからパッと見てもう両目で見て同じところで赤い点が中に浮かぶんですけども、それを素点として狙えば当たるというあのシステムです。はい、こちらの方も連発の方がちょっと音が早いです、うん、ちょっとね、あのフル音で出すと秒間25発ぐらい弾が出ちゃいます。でバッテリーはこの手元のところに入ってるんですけどもね。でそれ以外にこれ見ていただいたら分かる、ちょっと横にこんな変なのついてます。これね、暗いところでこう持ってですね、ライトこれついてるのかな、ピカピカついてるのかな、ついてるね、はい、これがね結構あの明るいんで LED ライトなんで、目くらましになりますね。ハイロー、それとストロボみたいな形で、光りますんで相手を発見しやすいですし、相手の目くらましにもなるので、こういうライトをつけてやる方もおられるということですね。はい、でその次にですね買ったのがこちらですね、一般によく言われるスナイパーライフルになります、ヘッケラー、ヘッケラー&コッホの G3、 さっきの銃と一緒です。同じ銃を2丁買ってます。でちなみにあの僕この USB も2丁買ってます。全く同じ形で、こちらの方がロングバレルということで命中精度が少し良くなります。でそうなりますと、室内ではこうやってさすがに使えないんですけども、屋外で後ろの方から動いて何を撃う敵をこう狙って撃つと、そのために倍率の方を4倍とかいうような倍率で、こういう大きなスコープがついてます。これは、4倍から9倍まで、ごめん、3倍から9倍までズームもできて焦点も合わせれるというそういうスコープです。で、まあ、これはこれがG3SG1 っていうんですけども、近代のアサルトライフ、第二次世界大戦に MP っていうドイツの名銃があったんですけども、それの流れを組む現代のアサルトライフルのもう原型みたいなものなので、ちょっとこだわってこういうこの G3 っていうのは大好きで買っています。これはね、2万円切ってたと思います。本体は、はい、本体2万円切って、これがね7、8000かな、スコープが。で、これ丸いんですね。はい、はい、丸いのやつ、はい、はい、で、このつけるやつが多分4000円ぐらいだと思います、この上にね、うん、はい、一番高いのは実はこれです、うん、はい、これ1万8000円してます。お10割に、はい、ですね。これはヘッケラー&コッホの刻印の入った純正タイプとレプリカです。レプリカですよ、はい、ただ1万8000円ちょっとお買い物1万8000円来たかすいませんですね、はい、ですから僕これほとんど売ってません。はい、まだ1回しか使ってないと思います、はい、見たことないです、ね、そうですね、はい、はい、今度4月のね、はい、ここらにはまた出る予定です、はい、よろしくお願いします。でそれ以外になんかこう変わったこういう銃があります。何かと、これももう知ってる人は知っているという名銃なんですけども P90 と言います。はい、変わった形でですね、このね、ハンドルと前の持つところが一緒になっている。で、普通銃撃つとこ場所はこの引き金の上にあるんですけども、これは銃撃つ場所が引き金の後ろにあります。これなんでこんなことになってるのかというと、ストックってもう本当ストックだけですよね。だけどその部分に機関部を移すことによってバレルっていうのを長くできるんです。だからこの銃の、バレルの長さとこの銃のバレルの長さ実はほとんど一緒なんです。はい、ですからここに動くようにすることによって長いで狭いところで使いやすくて命中精度が高くなるということで、こういう銃が生まれたんだと
ということで、スプルパックっていう形です。で、これもまあ普通のノーマル の、 あのタイプで、これもあの私の息子のために買いました。はい、息子の銃です。あくまで息子の銃ですからね、僕の趣味ではない。で、こういうの変わってるところはね、マガジンが普通ね、ガチャコーンとこう前から後ろに入れるんですけど、こういうの変わってるところはこの上のところからマガジンが、そうですね、こういうふうに流れます。実銃もそうでね、あのこういうふうに弾がこう入ってるのが見ていただけるかと思うんですけどね、あの実銃もこう横並びになった弾をね、ここでロータリーに回転させて供給する。で、撃った弾はあの廃墟はどうするんですか。普通の銃ですとね、こういうふうにしますと、こっから弾がバンバンとこうね、あの薬莢っていうのが出ていくんですけど、この辺の薬莢はここから下に落ちます、はい、そういう銃ですから、右打ちでも左打ちでも撃てるんですね。ですから、あのさっき言ったみたいに狭いところで右側撃ってて左側撃つときに体が出てしまったら意味ないんで、左打ちというのをするんですけども、それがすごくしやすいのがこのブルーバックの特徴ですね。はい、わかる。それに、この銃はもう最初からここにドットサイトって言って、あのこの標準装置がね、ここにもうセットされてるんですね。あくまで息子の銃です。そう強調しますね。はい、息子の銃。息子さんの銃。はい、で、これも、光る弾、光る弾の出るこのサイレンサーを使ってるんですけども、さっきみたいに消音効果の高いサイレンサーっていうのもありますし、サイレンサーっていうのは いろんな形がありますんで、ショートサイレンサー、ロングサイレンサー、いろいろありますんでね、こういうものを取っかえ引っかえやっているのが楽しいということですね。対応していくとカスタムと。そうですね、はい、で、それ以外に楽しみ方としてはこういうものがあります。これは現代の銀玉鉄砲です。10歳か8歳から持ってるのかな、これね、はい、銀弾って言って、これもう販売されてます。ここ玉入っちゃってるの。これは、モーターでもガスでも何でもなく、昔と同じ指で引いたそのパネの力でビョインビョインって出しますんで、これはあの打っても痛く、ちょっと痛いかな、痛くはないです。これ弾出ます。はい、痛かった。ごめんごめん。これは銀弾って言って、これがもう今の現代の子供たちの遊ぶ銃になります。あとスリングですね。はい、はい、銃重いです。ずっと持ってたらむちゃくちゃ重いんです。疲れます。疲れますね、はい、はい、なのであのこういうスリングというのを使います。で、スリングというのはこのようにして、ここにこうスリングの受けみたいなのを僕は場合つけてまして、それを入れるともう手放しても銃が携帯できる。そしてすぐに撃つ。で、このスリングっていうのはあの実はちょっと隠してるんですけど、ここにもついてたりするんで、ちょっとポジションを変えることができます。こういうのをだん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 やっていくと、あ、これ銃ちょっと下気味やな、あかんなと思うから、ちょっとこうストックを出してでもこの部分にこうスイベルというのをつけるとちょっと上気味で保持できたというような形で、あのポジションをこう調整していったり、今まだちょっとこれブランとしてますけども、マガジンつけた時にどう考えるかですね。マガジンをつけた時にこう構えるのか、こう構えるのか、こう構えるのか、
いろいろポジションがある。でそれに対してこの部分にアクセサリーの、つけれるレールっていうのをつけて、ハンドルをガングリップのタイプのハンドルをつけたり、いろいろカスタムをします。でどこにするのが一番しっくりきて、ここのライトのライトとライトを持ってこうやるのが一番自分にとって使いやすいんかっていうところを、まあカスタマイズしていくっていうか、確認してやっていくのが楽しみでもあるということなんですね。はい、ということで池本の自慢はこの辺で。素晴らしい先生、ありがとうございました。素晴らしいです。ブラボー。今何分ですか。もうだもう40分まで稼いでるじゃないですか。あと23分。さあじゃあ23分。私はもう家で一人でルパンごっこをして遊んでます。デブルパンです。痛いね。こんなでっかいルパンいないですか。ここにいます。出たのとったーって言いながら悪さだけ出てくる。つまらない話をして、すいません。知らない人もいるんですよ、はい、そういう人のことをゾンビと言います。はい、そのゾンビ、あ、ゾンビです。ゾンビ戦、はい、いやいやいや、知らない人のことをゾンビと言います。あ、はい、知らないとね、はい、そうですね。あ、すいません、池本さんが、はい、いやいやいや、いいです。あと23分ありますか。大丈夫ですか。23分もあるんですか。いやいや、完全に上手。まだまだ出たかったっすね。いやいや、上手だ。ルパンもこれちょっとずれてるんですけど、多分盛り上がんない。盛り上がんない。視聴者減ってしまいました。あ、そうです。ちなみにこれ、これも G3A1 です。好きなので買ってしまいました。子供用のおもちゃです。これも先ほど の銀玉鉄砲と同じような内容なんですけども、10歳以上で使えます。セーフティーというのがこうバネになってて、そのバネを押し下げて、さっきよりもはるかにあれですね、ちっちゃいですけども、まあデフォルメしたちっちゃいガンおもちゃです。はい、こんなのをやってるうちに、つい今年になってですね、自分へのご褒美に買ったものがあります。それはですね、なぜかこれ、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、こういうサバイバルに必要でアメリカのその軍人さんなんかよく携行しているこういうレザーマンのマルチプライヤーというナイフですね。自分の名前まで刻印しちゃいました。これは1年間頑張ったご褒美に、はい、こう買ってしまいました。これだけではございません。すみません、こういうこれ 何かハサミです。はい、普通のハサミです。普通に見えないですけどね、普通のハサミです。チョキチョキで、これ何の形かっていうと、よくアメリカ の救急車なんかで救急員なんかが服を切るときにね、ガッガッガッと切れるようにできたハサミです。はい、でそれプラス、ここフックがありまして、このフックはいわゆるシートベルトをこう、ね、切るためのフックがついておったり、ここにポイントっていうのがついてて、これは窓ガラスがバッとあって、だから車にこう備え付けたりするもんなんですけども、レザーマンがこれ出しておりましたんで、ついつい買ってしまいました。はい、自分のご褒美です。ご褒美です。これはご褒美
お祝いですか、50周年、はい、先ほどあのこの、ランヤードみたいなのをねつけてるっていうふうに言ってましたけども、ランヤードつけたらあの昔ちょっとあのロッククライミングやってたこともあったんで、あこれも買っとこうって言って、はい、ついつい衝動買いしてしまったのがこちらですね、大人がいたやつですね、はい、大人がいたですね、はい、これ、うん、これは何かと言いますと、あれです、ナスカンって言ってね、こういうふうに、つけることによってですね、いわゆる普通のザイルで8缶って言うんですけども、普通のザイルで懸垂加工って言って硬化作業ができます、これで、はい、で、まあ、昔ちょっとやってたっていうのもあって、まあ、これ今リーズナブルお安くなってこれ3000円ぐらいですね、こちらの方も、まあ、2000円ぐらいなんですけども、これがあればいざという時にないとは思うんですが、はい、いや使えるかなというか、これはこういう、ね、何ですか、自分の世界に入ってこう楽しいものを揃えるっていうのが、うん、ね、楽しいんですね、はい、はい、ですから、もうあくまで自己満足です、これは、はい、そうです、自己満足でありますけども、これが楽しいからしゃあないです、これは、はい、ですね、あと私の場合これ以外にその黒っぽいやつともう一つ ACU って言って現用 の、 アメリカ軍が使ってる迷彩服を持ってますし、こちらは座った装備を持ってますね、はい、あと日本の自衛隊の迷彩服、まあ、自衛隊迷彩服ですね、はい、自衛隊迷彩1型2型3型ってありますよね、はい、ですから迷彩だけでも今もう各国入れると 4,50 種類ありますんでね、でその 4,50 種類っていうのは大体こういう専門雑誌があるんですけど、アームズマン、我々のバイブルでございます、今では27日発売、そうですね、毎月27日発売で、はい、今アメリカンスナイパーという映画がね、上映、絶賛上映されてるんですけどね、こちらですね、アメリカンスナイパ ー、 ね、これはいいです、実在の人物です、これはいいです、はい、はい、でこれ の、 装備の詳しく解説しているものがあるんですね、どこでなんぼで売ってるまで書いてありますから、こういうのを見て、あこのパッチがええ、このねワッペン類パッチっていうんですけども、こういったものを揃えるですとか、はい、あとそれのレプリカの銃の解説が書いてあるんで、それをどういうふうに、あチップは今日は少なかったな、あと何回乗ればジョンセはもう帰るかなみたいな、ね、そういったことをもう見ながら、はい、あと端末の方にはね、いろんな新製品のこういうね、ものも載ってますし、各国のね迷彩色、もうロシア軍からローデシア軍からのもう、ドイツ軍、イギリス軍、スウェーデン軍、そういった軍装というのは今国内では大変入手しやすくなっているので、はい、こういったものが大体愛読書というふうになっております。はい。あら、あと10分の尺があるじゃない。どう？どうしてつまる？じゃあ神山さん、新人の神山さんにちょっと何か神山さんは、うん、はい、やって感じ始めてどのぐらいなんですか？3回しか行ったんで。いいです。いいです。なんか十分。最初に行った時はただただ打たれて、まあ、戻ってまたスタート地点に行って打たれてまた戻って、いいんです。その繰り返し。ただただ苦しかったです。でもまた来ようという気持ちになるのはどうしてですか？未だちょっと足は重いんですけど。あれ？あれ？そうですね。まあ、周りの方が、はい、上手い人たちが上手くなってきたって言っておっしゃっていただけると、そういうやっぱり褒め言葉をいただければ。また次やろうかな。そうですね。実感は湧かないまでも行ってみようかなと。はい。ああ、そうですね。自分の中でこれこっちも上手くなったっていう実感はないです。いやでも見ててやっぱりだんだんやっていくうちにこういろんなことが分かってくるんで、でやっぱりね成長もしていくし上手くなって、まあ、楽しくもなってくると思いますんで続けていただきたい。次が4回目です。4回目です。はい、はい、じゃあ次はルパン三世で。クオリティ低いものまででいいですか？いいです。はい、ルパン三世。
こえなかった、今ちょっと聞こえなかった、何ですか、クオリティ 1% ぐらい、もう一回ちょっと聞こえなかった、これはこれ以上上がらないです、いやいや、これがセーフです、ひどい、え、なにちゃん、え、聞こえなかったですか、ヒット何ですか、ヒットです、何、え、ルパンさん、ルパンさん、でっかいルパンと太ったルパンで、神ちゃんこの間言ってたよ、ひどいって言ってたよ、ヒットって言わずに3人に囲まれて、はい、ね、どうしようもなく囲まれて正面の一人だけでもと思ったら正面からと横からこうバスンと3方向から撃たれたんですね、で一言ひどい、まずヒットじゃなくてひどい、ひどい、みんな爆笑でしたね、そうです、はい、いや実際ひどかったですよ、今年の流行語大賞を取ろうと思って、ね、ひどい、ひどい、流行りますかね、流行らないと思います、藤子ちゃん、藤子ちゃん、え、MP7 とかあの辺はどうなの、 MP7 は今日持ってこなかった、あ、持ってこなかったの、あ、46は46は持ってきました、46どうですか、あ、素晴らしいの、あるじゃないですか、究極のが、めちゃくちゃ世界で一番有名な銃ですよ、これが416と言います、次世代ガンです、東京丸井から出てますね、ちょっと重い、すごい重いんですよね。ベトナム戦争の時にね、M14 に代わって、アメリカ兵に配備された M16A1 という銃があるんですけども、よくあのゴルフが使ってるやつです、ね、あれの進化系です。これはあのコルト社ではなくて、ヘケラーのコッポが作った改良型になります。大変コンパクトで、打ちやすい、反応も少ないで、故障の頻度が少ないということで絶大の信頼を得ているものですが、いかんせん重い、はい、あまりゲームで使っているところをお見かけしないのですが、理由は、そうですね、あのこれは私の仲間様からあの安くいただいた銃で相談してすみません、あのまだ愛着がちょっとないので、なるほど、すみません、そこか、そうですね、次はバンバン使わせていただきます。ありがとうございます。屋内でやってる室内。室内も屋外もやっております。はい、で下富の方にブラムというブライフィールドがあったんですよね。今ブラムですね。で今はなくなってしまいまして、私たちのフィールドがちょっと1個なくなってしまいまして。はい。今は会社の本当に近所の、トリガートークというところでやって、はいはい、たまにあの無線が入ってくるかと思いますけどね、そうですね、はい、水放題の方は、はい、たまに行かれるかと思います、通勤まで、通勤まで、そうですね、はい、トリガートーク、トリガートークにあのガンスミスバトンというところメーカーさん の, あの工場があったりもしましてですね、結構安いお安い銃を国内で手入れしてこう販売するみたいなこともやっておりまして ね、はい、先ほど の, あの M4 系、いわゆる M16 系の中華のハンドガンが1キュッパ、なんと1キュッパということで、今3ヶ月待つだそうです、はい、そういうふうなあのものもありますのでね、はい、基本的には何ですか、違法な改造はしていません、あくまで外側のものを変えて、安全な範囲内でやっています、ね、はい、一応弾の力というかな、あのジュールで、1ジュール以下というのが国内法で決まっています、それ以上の力を持ちますと、殺傷の殺はないんですけども障害を与える可能性があるということで、銃刀法違反になります、はい、銃刀法違反のにする方法はこう簡単でね、グリーンガスというガスをぶち込めば、ガスガンの場合はすぐに銃を超えちゃいます、そうですね、はい、でそういう銃は音で分かります、大工さんがやってる釘打ち機ありますよね、カッ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 、あの音がします、痛いです、ですからそういうのに打たれた後はお風呂入ってパッと見たらこの辺がポツ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 、跡がついてますね、赤い跡があります、はいはい、この間参加したある乗務員さんはこうニットキャップかぶってたんですけど、ここ
行かれてポチッとできてました。はい、いうことで、必ずですね、防具というか、危険ですから、そうですね、こういう顔を守るゴーグルですね、ゴーグルと手袋をして必ず入ると、はい、でこういうゴーグルにしてもですね、普通はこんなプラスチックののっぺらなんですけども、それですとレンズがやっぱり曇っちゃうとかいうのがあるんで、わざわざこのメッシュのこのマスクを買って、これをもうビニタイでくっつけてみたいな、こういうことを自分でシコシコやるわけですね、はい、でこういうのをニヤーっと笑いながらこう穴開けてビニタイでやってるその姿を見て、息子たちが怪しいというふうには言います、はい、けどなぜやってるか、好きなんだから仕方ないじゃないか、はい、いうことでお許しいただきたいと思います、そうですね、はい、はい、ということで尺としてはもうあと3分でございますが、はい、あ、いい感じになってきましたね、はい、皆さんももしよければ違法にならない範囲でですね、そうですね、銃を手にして、はい、いっぺんこう店なんかね、池袋ですとか、はい、繁華街には必ずありますよ、ね、で、サバゲで、はい、検索していただければもうフィールドもたくさんありますし、そうですね、お店もあります、うん、そういったところでですね、はい、まずはね、そうですね、本格的にはハンドガン一丁あれば基本的にはそのフィールドを楽しめます、はい、最初からこんな大きいのとかそういうのはもうやっぱり、コストもかかりますしね、ハンドガンでしたら1万プラスアルファ、そうですね、あといろいろつけたとしても2万円あればもういいのが買えます、はい、はい、電動ガンをガンにするのかガスガンにするのか、はい、いろんな種類が出てます、はい、その中で、はい、おこれかっこいいなとか、あこれ昔遊んでた銃やとか、はい、そういうのがあると思いますんで ね、俺はやっぱり最新のもので揃えるんだとか、そうですね、そういうさまざまなの楽しみ方あると思うんで ね、はい、好きな格好で好きな銃で、ちなみにですね、はい、3ピースを着て、レイバンのサングラスをして角刈りにして、ガシャコンとショットガンを撃つっていうのはありです、そうです、はい、実際それに近い人もいます、はい、いうところですね、そうですね、はい、はい、はい、じゃあそろそろ開けますか、はい、はい、はい、どうもお疲れ様でした、ありがとうございました、すいませんでした、さあ片付けたい